スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は みなさんこんにちはなじらねラジオ新潟パーソナリティを務めさせていただきます株式会社渡森の渡辺健太ですどうぞよろしくお願いいたします今年第5期を迎えたゼミ新潟が送るなじらねラジオ新潟今期第1回目の放送ですので改めてタイトルの説明をいたしますなじらねとは新潟の方言でいかがですか調子はどうですかという意味です ということで、今期第1回目となります、なじらねラジオ新潟。今回は、新潟発、ロームの玉手箱をテーマに、ゼミ新潟メンバーでもあります、小野本社老司事務所代表、小野本美奈子様をゲストにお招きしてお送りしたいと思います。支援を挟んで、ロームで中小企業を支える小野本社老司事務所の取り組み、 企業で働く人のスペシャリスト小野本先生に伺っていきますどうぞお楽しみに なじらねラジオ新潟、今回は、小野本社労士事務所の小野本美奈子さんをお招きしてお送りいたします。小野本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、よろしくお願いします。さて、小野本社労士事務所は、新潟市西区にある。社会保険労務士の事務所ですよね。はい。私も無料配信メールマガジン労務の玉手箱を総務担当とともに。楽しく配読させていただいております。ありがとうございます。 さあ早速ですが、えー、小野本社労士事務所、えー、開業に際してのお話を伺っていきたいと思いいますすはい、そうですねあの社労士の資格ですけれども、えー、子どもが小さくて専業主婦だった時、はい、再就職するときに何か資格があるといいな、履歴書に何か書けるものが欲しい、そんな動機で取りました。なるほど 実はですねあの私、学校出た後就職に失敗しました思うような就職がなかったんですね、はいはい、まあ、今思えば非常に親には申し訳なかったと思うんですけれども、はいそうこうするうちに何かきちっとあの独身の時に働いた経験ないまま、はい、あの結婚、子育てというふうになった、まあ、そういう苦い経験があります。あ 子育てがいや結婚が苦い経験ではなくて、はい、あのし就職に失敗したという苦い経験、ね、それで資格が取りたい、まあ、そういう動機があの社の資格のきっかけですね、はいはい、それでまあ,あの子どもがある程度になって就職したその時に、まあ、やっぱり社労士ということで、えー、勤めました。 えーまあ、税理士と社会保険労務士の2つの資格を持つ所長の事務所で、えー、社労士の経験を積みました、はいまあ、ずっと勤めようと思っていたんですけれども、まあ、消費税が導入された頃非常に税務が難しくなりました、はい、それで、まあ、ついていけなくなって、まあ、社労士の資格があったのでやってみようかなと。 それで独立を決めたということですね。そうですね。ただまあ社労士の業務としては入退社の時の事務のお手伝いくらいにしか考えていませんでした。当時はもうその内容さえあればという感覚で独立されたわけですね。そうですね。あの本当事務のお手伝いくらいに思っておりました。それでは早速その開業した頃のお話も聞かせていただきましょう。 はいまあ、本当にあの電話が鳴らないつらさというのを経験いたしました、はい、ちょうどただその頃ですね法廷の労働時間であの小さなクリニックや美容院の法廷の労働時間が46時間から44時間になるその前に労働環境を整備すると助成金がもらえる、まあ、そんなのがありまして、はいえー、その業務を手伝うと社労士にもお金がもらえるということがございました。はは はいまあ、今思えばちょっと懐かしいですけれども、はい、えそんな仕事を最初いくつかしまして、うん、まあそのお金でコピー機を買ったたりしましまね確かにあの法定労働時間だけではなく労務上の法律が変わると中小企業経営者小さなお店の店主さんなんかはなかなかその法に沿った 就業の仕方っていうのはやはり専門家に聞かなければわからないということでちょうどきっかけがあの仕事が増えていくというきっかけになったんでしょうかねそうですねはいやはり助成金っていうのは国の政策を推進していくためにあの使われるあの出されるもので、えー、やはり助成金を上手に使うっていうことも小さな会社では大事なことなんじゃないかなと思います大、はい、大変大事だと思います、まあ、その頃の頃 お仕事ののご縁っていうのが今でもそ,そうですね、まあ、その時のご縁いただいた会社で今もずっとお付き合いさせていただいている会社ございますなるほど、えー、その頃から、えー、人に関するアドバイスの業務というのが大変増えていったということでしょうかはいそうですねあの今申し上げましたように最初は助成金 そのうちにまあ会社の社会保険や労働保険の手続きやってくれみたいな会社が増えてそれからだんだん人に関するアドバイス求められるようになってきました、はい、例えば退職した社員がまあ残念ながら思いがけず監督署に駆け込んで。 まあ残業代を請求された、はい、最近よく聞く話ですね,そうですね経営者の方はちょっと耳が痛い方もいらっしゃるかもしれません、ねそうですねまあ今ネットもありますのでね、はい、もう従業員さんの方がある意味知識があったりする、まあ、そんなケースも多々ございますよね。はいはい、あとまあ突然思いがけず合同ろうそくから手紙が来るだとか。 それはどそうういった内容の手紙がそそうですねあの合同労組というのは一人でも加入できる労働組合なんですけれども、はいまあ、いきなり中小企業の社長さん組合なんて無縁だと思ってたのに、まあ、社員さんがそういうところに、えー、救いを求めてそうしますと、はい、そういうところから社長宛の手紙が来るということはございます。はあ まあそういった時はぜひご相談いただきたいと思います。そうですね。やっぱり <laughs> あのそういった手紙が、あの経営者として見るといきなり届くっていうのは非常にびっくりもしますし、また対応に困ってしまいますね。そうなんですよね。はい。あとはやはり最近あった事例では、え病気で長期に休んでいる社員の処遇、復、はい、職のこととか、え復、ー、職後の待遇とか、まあそういったことについてどうすればいいか。 まあこれは非常に難しいですけれどもあのご一緒に考える考えてほしいううようなごご相談ございますなるほどあとはあの社会保険の調査なんかもですね時々数年に1回は会社に来るわけですけれども、はい、やはりどの会社さんも喜んで受けたいっていう会社はないわけで、はい、まあそういう時にあの同席してくれとか事前に調査にあたってのポイントを あの教えてくれみたいなことも多々ございますね。なるほどあの社会保険の調査というのはどのくらいの周期で来るとかってあるものですか、はいまあ、一応34年に1回とか言ってますけれどもずっと来なかったっていう会社も珍しくはないです、はい、逆にこないだ来たのに何でまたっていうケースもあり、まあ、正直正確なところはよくわからないですね。う あの社会保険に対して不備があったりすれば当然そこで指導ないし改善を求められるということででしょううかねもちろんそうです<ー>、うん、やはり怖いのは不適切なあの処理でお金を持っていかれてしまう、はい、ま具体的に保険料を後から払わせられる、まあ、これが会社にとってみれば非常に痛いことでご存知のように社会保険料非常に多項ございますし。 えー、例えば、ね、ま,まだやっぱり使用期間だから入らなくてもいいと思ってたとかなんていうね、まあ、そういう本当にあの善意で間違うっていうケースもございますね、はいまあ、うっかりであればもちろんそれも改善しなくてはいけないんですけどもこれが意図的であれば。 やはりねあのもうちょっと法律ルールを知ってなきゃいけないということになりますよね。そいうことになりますよね。あとはやっぱり要件がありますので、はいえー、その辺をきちっとして働く人ともトラブルのないように後から保険料徴収されて本人から取るなんてことのないようにとは本当に思いま,す、ねはい、またここ最近は法改正も大変多くてあのそれに伴った ご相談等が多いというふうにお聞きしてますけれども、はい、本当ですね。ここ数年を取ってみても、まあ60歳以上の人の雇用延長が義務化になって、はい、65歳まで継続雇用ということにな,なっています。はい、ただこのあたりもね、定年が65っていうのとの違いがよくわからないとか、まあそういったこともございます。あるいはストレスチェックというのも始まっております。そうですね。<laughs> この辺はあの後ほど。 後半でも触れようと思いますけども非常にストレスによる働き手さん側の環境に対する意識というのも変わってきてますよねそうですね本当にあの一昔前のストレスに対する考え方は改めないといけないのではないかなと思いますね、はい、あと最近ではまあ労働契約法の改正で、えー 対応がまた平成30年から契約社員が無期転換になるというね、はい、なかなかややこしいこう法,法改正がありまそうですねこれちょっと経営者の方にとっては少しあの難しいかなと思いますすねねそうであとはまあ今、えー、来年1月から介護休業法が変わるということで、えー、対応をまた迫られている。はい、あの確かに 今の世の中の背景が少子化になってなかなかの高齢化社会になっていくと介護もしくはあのそういったことに携わらかなきゃいけないということで休まざるを得ないでそういう社員さんがいた場合会社側としてどうするのかっていうのもまだまだあの経営者にとって分からない。 内容のことが多いいですよねいや本当に介護休業もあの総論としては大事なことだと思うんですけれども、はい、小さな会社さんではやはりね休まれると困るという本音もありますしそのあたりの調,調整が非常に難しいところですよほ、ねうんまあ、他にもあのなかなか経営者では知らなかったという助成金何かも、えー、どんどん変わってるというふうにあの聞いております。 本当そうなんですよね、まあ、1年の中でもちょこちょこ変わるなんていうのがここ数年のところで、えー、私も正直4月のパンフレットの案内をお渡ししたら、えー、数か月後に実はちょっと変わってたなんていうことがありまして、はい、あの情報をきちっと伝えるそして、ね、助手席なんかはやっぱり使えるものだったらぜひきちっと活用して経営に生かしてほしいと思います。そうですね先日私も 本さんからあの助成金のお話少し伺わせていただいてあのいただけるものならばということよりも、えー、そういった助成金が出るということは働く人にとっての環境を良くするという意味でも非常に有用なのかなというふうに感じたんですけれどもそうですねそれからやっぱり国がこういうふうにしていきたいという政策をですね、はい、ちょっと早めにキャッチして、えー、それを実際に行うと何らかしらの助成金がもらえる。 これ助成金の一つのつ傾向として絶対ございますね、はい、ですので今回まあ介護休業法が変わる前には介護休業の仕組みをちょっと充実させるともらえるという助成金がありました、はい、これから注目されるのは高齢者の定年を65にするとかそういったことをしますとえ助成金がもらえるこれつい最近の改正でこんなことがございました。 あの確かに経営者が常にそういった法改正助成金の改正をチェックできているわけではあの必ずしもないという中でそういったものがいただけてかつ働く人の関係が良くなるっていうのであればぜひアドバイスいただきたいところですねはいまあお伝えするのも社労士の仕事の一つかなというふうに思っておりまして、まあ、時々はメルマガ等でも発信させていただいているところです。はい 今ほどあの社労士の仕事という言葉がありましたけれども今までお聞きした中にも他に社労士というのはどういう仕事いろいろあると思うんですけれども教えていい。ただけますか、はい。は、まあ、実はなかなかあの社労士って聞いてこういう人だよねというイメージが非常に湧きにくい仕事だと思います、えー、税理士はお金の専門家、はい、大体会社には1人ついていらっしゃると思います。 それから弁護士さんこれも事業としては一番まあ有名と思うんですけれども <はい S 1> まあ弁護士さんっていうのはやっぱりトラブルになってからの対応そうですねできればお願いしないことに越したことはない,というかまあそうですよねはい,はいそれに対しましてまあ社労士っていうのは特に会社の人に関する専門家 <はい S 1> そして人事トラブルが起きないようにお手伝いする業務 そんなふうに認知してほしい。そんなふうに思いますね。小野さん、今のはやはりキーワードですね。社労士は人の専門家。素晴らしいですね。いや、そうなりたいと思っていますが、なかなか守備範囲も広いので。えー、全部はとても、あの、対応できないっていうのが本音ですね。はい。でも、人の、人に関する専門家ということで。えー、当然、会社というのは。 経営者のほかにはそういった従業員がたくさんいるわけですけれども、まあ、そういった相談や手続きの業務のような仕事もたくさんあるとということですね,そうですねあの先ほども申し上げましたように法律も変わるので、はい、やはりそれに先取った対応というのも必要ですし、えー、まあ判例なんかもね、えー、見,見極めながらあの適切なアドバイスというのは本当に責任の重い 仕事だなというふうに思っています。あとですね。実はあの個人相手の業務というのもございます。はい、ええー、例えば、年金の業務とかですね。個人の方からの労務の相談。はい、はい、同僚の社労士では、あの無報酬覚悟で障害年金の相談や。手続き業務に力を入れていらっしゃる。んそんな方もいらっしゃいます。すね、本当なんですよね,ね。素晴らしいですね。はい。 まあほあのー、障害年金なんかはやっぱり知らなければもらえない、ねはい、本来は行政が力をもうちょっと入れてもいいような分野でも、まあ、社労士という仕事に、まあ、なんていうんですかね、あのー、社会的な,なんていうんでしょうかねそういうボランティア精神みたいな正義感を持って取り組んでいらっしゃる方い、あのー、いらっしゃいますなるほど。 そうですね、まあ、ちょっとしたあの、えー、書,きか書類の書き方一つでちょっと判定ができなかったとかですね、まあこのあたりは本当にあの私あの、一応同じ社労士ですけれども、はい、そういったあの障害年金の微妙なところっていうのは、まあ、正直私はお手上げでして、はい、まあそういった頼りになる仲間に聞くことに決めています。あなるほどでですね、はい、やはり社老子さんの中でも <laughs> えー、得意な分野もあればあのちょっと難しいなということもあるわけですねもちろんそうですはい、ありがとうございます、えー、社会保険労務士のお仕事いろいろなお仕事の内容大変興味深くお聞かせいただきましたさてシ CM を挟んでは労務の玉手箱尾本社労司事務所ならではの取り組みについて伺ってまいりたいと思いますきれい気持ちいい心地いい 住まいから笑顔を作り出す宝田聖はそんな住まい作りのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください 高い品質、良いサービス、宝広記なじらねラジオ新潟、今回は尾本社老司事務所の尾本美奈子さんをお招きして新潟発、ロームの玉手箱をお送りしておりますそれでは尾本さん、後半引き続きよろしくお願いいたします、えー、ロームの玉手箱というタイトルですけれども 私あの非常にこの言葉が好きでして。ありがとうございます、はい、<laughs> というのもやはり経営者にとって労務のこと労使官のことっていうのは、えー、少しとっつきにくいそれから分かりにくかったり、えー、非常に難しいところがあるというので敬遠しがちなんですけれども、えー、この「ロームの玉手箱」というメールマガジン小野、えー、本社労使事務所さんのホームページの中で月2回 配信されているメールマガジンなんですけれども私もこのタイトルを見て非常に可愛らしくてあったかみがあってあのロームのこととは思えないような気持ちでいつも読ませていただいてますありがとうございます、えー、開業して間もなくの時から事務所を頼りとしてタイトルをロームの玉手箱として書いていますもう開業からずっと このローまあちょっと最初はもうちょっとボリュームも少なかったんですけれども、はい、まあ今はあの紙ベースでですと小さなあの業務日記的なものも入れたりしながらメルマガではあの主タイトルちょ,ちょっとボリュームのあるえ量のものを私の考えを入れながらまあ主にタイトルはですねお客様が ここんななとってどうなのみたいな質問いただいたことをきっかけにちょっと掘り下げる感じで、はいえー、お便りをか書いていてますすそうですねあのー、内容としては当然法改正や助成金の紹介というのもありながらも、えー、ほとんどがお客様の声をダイレクトに受け止めてその内容を事例として載せるというスタイルをとっていらっしゃいますよね。ありがとうございます、えー 紙ベースでも配信しておりまして、えっと、それはあのホームページから閲覧できるようになっていますので、えー、もしご興味がありましたら見ていいたただきたいですね、はい。ぜひラジオをお聞きの皆様もラジオを聞いた後に小野本社労事務所のサイトからロームの玉手箱に入っていただいて実際に見ていただければよくわかると思います。ありがとうございます。 まあ、あのやはり、えー、社長さん、日々の仕事を忙しくて総務のことはあの総務担当者に任せているあるいはあの、えーもうね、事務員に任せているというケースが少なくないんですけれども、はい、やはり経営者の方自身にです、ねえー、しておいてほしいそういういいことが多々ございますあまり労務上のことは従業員さん、えー 総務のの方に任せきりといいうのは良くない経営者も少し一緒に勉強した方がいいんじゃないかということでしょうかそうかそですね以前に事務所セミナーを開きました時に、はい、ある社長さんが「いやー、えー、任せきりにしていたけれども、はい、経営者が知らないことって色知らなければならないことってたくさんあるんだなと」と、まあ、そんなお声を聞きましたし、はい、まあ実際あのー 総務の方ももちろん知ってほしいですけれども、経営者の方も知ってほしい。経営者の方が知っていないとやはりトラブルになりがち、まあ、そんなことは実感として思っています。なるほど確かにあのロームのタバテ箱見させていただきますと、えー、最近のトピックス、話題も多い中に、実際の 業務日誌というコーナーでしょうかね。はい。あのお客様からの問い合わせに対して、えー、どのように対応したかということが、えー、事例としてわかりやすく載っていますね。ありがとうございます。まああのー、各 時期を決めてるので正直あの家庭の用事や何かがあると締め切りが近い作家みたいな気もあるわけです、ね、<laughs> そうですね、はい、あので,ですけれどもやはりあの時々読んでたよあれ面白かったとかですね、えっと、数か月たってからあの時のあの助成金ってうちも使えるのかなとかきちっと読んでくださってるっていう反応を 受けますすとですねやっぱり一、はい、回一回丁寧に書いていこう、まあ、そんな意見をいいただくつ度思いますやはり私もお聞きしてて、えー、その非常に問い合わせがあったことに対する内容をダイレクトに配信するというのが実際に経営者の方が困ってる事例に合致することが多いんじゃないかなと思って。この迅速な 締め切りに追われながらも迅速な配信っていうのがポイントなんじゃないかなと思いました。<笑><笑>ありがとうございます。やはり始めた以上やめられないなっていう感じはありますね。はい、はいはい、まあ本当にねあのちょっとした思い違いとかですね、ちょっと知識が労働関係について不足していたそういうことでロームトラブルが起きるそんな事例のないように、えー、活用していただきたい。素晴らしいですね。 ありがとうございます。よろしくお願いします。あのロームの玉手箱お聞きの皆さんも興味があったらぜひご覧になっていただいて、今お話した内容が実際にメールマガジンを見ていただければよりわかるかと思います。はい、お読みいただいてご意見いただけたらこれ以上嬉しいことはないです。ぜひ、はい、ご意見いただきたいです。はい、ありがとうございます。さああのー、ローム氏として小野本さんが 仕事をされてきた中でここ最近何か嬉しいことがあったというふうにお聞きしてるんですけれどもそうなんですね、えっと、実は助成金を使いながらですね研修をするといいっていう、まあ、助成金を使った研修ということで、はい、あの小さな会社ですね小さな会社ですのでそんな助成金がなければ研修なんてっていう会社だったんですけれども、はい、まあ,あの本当によかったですというね お言葉を経営者の方、参加の皆さんからもいただくことができました。あの規模によりますけど、やっぱり研修費っていうのは経営者にとってはやっぱり結構な負担になる。もちろん時間的にもあの人員的にも。 負担にそうですよねあの本当おっしゃられるようにお金もそうですけれどもやはりもう現場忙しいのに、はい、何が研修だっていうねやっぱり皆さん都合つけていただかないといけないという意味で時間調整もあの難しいいとところだ思まあ普通セミナーなんか依頼されますとですね例えば三郎協定をきちんと知ろうだと,しろうだとか、はい、あの 社会保険の基礎知識、はい、あるいはまあ例えば最近ですとメンタル疾患の予防と言ってーテーマをいただいて研修をまあ講義形式ですることが多いです。そうですね。小野本さんも結構なセミナーをされてるということで<い>新潟ではご活躍されている社長さんのイメージが。いえいえりません。はい。ですけれどもまあ今回の小さな会社さんのように、はい、やっぱり参加者に自らあの課題をかん 見つけ解決方向を考えてもらう、はい、そしてやっぱり同じ時間を共有することで従業員同士考えをすり合わせる共通の認識を持つ、はい、そしてやっぱりあるべき行動を考えてもらうような研修ということでいたしましたなるほどはい。その中で尾本さんはご自身の考えというのをどのように伝えるんですかそうですね私はまあちょっとしたファシリテーター役みたいな感じになりますね、はい はい、そういう時に最初にあの大事にしてるのはやっぱり社長さんの思い社長さんがどんなふうに会社をしていきたいのか従、はい、業員さんのことをどんなふうに考えてるのかこれがやっぱりあの研修を生かすあの非常に大事なことだとだ思っています、はい、で、えー、お願いしたのは創業の時の思いや苦労したこと社員への感謝の気,、ま、気持ちそういったことを あの研修の最初におお話ししくださいとお願いとし願ました社長様との面談をしてそういった苦労話や会社のルーツみたいなものをまず経営者の方からお話ししていただくということですね。はい、そ,そうしましたらねそのこう苦労した話あのどうもやっぱり従業員さんには伝わってなかったようなんですね。はい、た多分創業者の 若い社長さんもちょっと恥ずかしくてですね、はい。そんなわざわざ言えない。うん。そうですね。あまり言わないですね。はい、通常は。でもね、思いがけずそういうことを聞いて。えー、それがあの従業員の皆さんの心に響いて。研修をいいものにしたのではないかなと思います。そういったでは労使間の橋渡し役。というような仕事をされて。 経営者も従業員も皆さんが喜んだという最近のお話なんですねまあ抗議形式を若干入れましたそれはやっぱり社会保険料ってこんなに会社負担してるんだよとかですね、はい、えと労働者としてこんなふうに法律上も守られてるんだよとか、はいまあ、そういったところは私の、まあ、一応専門分野になりますので、はい、そういった話はさせていただきその上でじゃあ明日からの、まあ、例えば安全な行動を取る、えー 行動の仕方とかですね。まあそういったことは皆さんで考えていただかなければ、私はあの皆様のこう仕事については素人なのでといったことでえ取り組んでいただくんそんな研修をいたしました。まさに人のプロという感じがしますね。まあそうなれるようにしたいと思うんですが、本当に奥の深い仕事で、えー、な,なかなかあの、えー、ねご,ご満足いただけるっていうのは難しい。 ことです、ね、はい、えー、それでは最後になりますけれども社労士のこれからということでこの先の社労士のお仕事のお話をしていただけますでしょうか、はい、そうですね本当にあの10年くらい前まではあの開業の時ももちろんそうでしたけれども、はい、あの手続き業務で、えー、年金事務所やハローワークに出向くそしてまあ書類を作ってお渡しする。 というようなことが結構日常としてありました。はい、今はそういった仕事をすべて事務所のパソコンから電子申請で可能になっています。はい、そんな会社そんな中会社の方からは、まあ手続きは事務スタッフが十分きちんとやってくれている。だけれども、まあ新しい法改正の方向だとか、はい、専門的な情報が欲しい、はいえー。あるいはまたですね、まあ本で書いてあることではなく、えー 他社でどんな取り組みをしているのか、他社での事例を聞かせてほしい。まあそういったようなご要望が増えています。はい。ま、まさにその何て言うんですかね、コンサルタント的な業務。そうですね。はい、が、あの社労士としてこれから必要なんだろうなというふうに思っています。はい。まあ確かにあの申請等はもうあの電子申請でされるということであれば、今までのままの社労士の仕事としては。 申請業務っていうのはもうなくなってしまうわけですからえそこに対してやはり人でなければ直接会ってしなくてはいけないということを小野本さんは取り組んでいらっしゃるということですね。やはりあの、えー、なんていうんですかねか会社の方っていうのは例えば法改正でも殺菌じた情報を欲しい、はい、さっていうことがありますので、はい、やはり私自身も勉強しないとなかなかそういう ご要望に応えられないまあその辺はひしとひしと感じるところです、ね、あの小野本さんであってもその法改正それから目まぐるしく変わる職場の環境というのを常に勉強し続けていかなければ、えー、そういった人のことっていうのをよりいち早く取り組んで的確なアドバイスをするというのも難しい大変な ことんなんわけですねまあ本当そうなんですよね <はい S 1> あの新聞を見まして社会保険労務士に関係ない話題がでだけという日はまずないと思いますねはいそうですね特にあのここ最近ではあの過労死の問題とか先ほど触れた介護給与の問題とかどんどん毎日のように出てきてますねニュースがそうですね あのー、本当にレンツの今回の事件大きく取り上げられましたし、はい、い一枚締めをめくれば今度はあのパートタイマーの処遇の、ね、税法と絡む問題ですとかですね、えー、本当にいつもし新聞をきちっと読むだけでも結構大変かなっていう,う、ね、ありますね。はい、まあそのためにもも小野元さんも 常に新しい情報と法改正に対してどんなアドバイスができるかというのを勉強するということで、えー、スモールさんとの関わりもこれからまた重要になってくるんじゃないでしょうかそうなんですねや,やはりあのスモールさんでは非常にあの全国あるいは世界をまたに活躍していらっしゃる方の話を直に聞くことができます。 やはりあの私もですね、えー経営を、経営をはじめ幅広い知識がないと、単に社会保険労務士のこう専門的な知識を偉そうに言うということは、全然もう求められてなくなってると思うんですね。はい、ですので、まあ、あのスモールさんでいろいろ勉強させてもらっています、いろいろ役立つ情報をいただいています。はいは はいありがとうございます小野本さんロームの玉手箱お話を伺いました本日はどうもありがとうございましたありがとうございました主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている鉱木買い取ります おお問い合わせはフリーダイヤルお香のことなら木査定で検索スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。 さて、ナジラネラジオ新潟の第1回目の放送がもうすぐ終わろうとしております。本日は、小野本社労師事務所、小野本美奈子さんをお招きしてお送りいたしました。今日、小野本さんからお聞きした社労士のお仕事、印象に残ったのは、まずは経営者も直接労務のことに携わってほしいということです。それからのの仕事というのは 職場環境のインフラ特に人に関する問題働く人の幸せや働く人が求めることというのを会社側との間に立って素晴らしい状態で働けるための環境づくりそれがお仕事だという小野本さんの取り組みをお聞きしましたまた弁護士はトラブルが起きてから税理士はお金のこと 社老子というのは、トラブルが起きる前にする仕事だ、という言葉も印象的でしたね。さあ、スモールさんゼミ新潟。たくさん魅力ある会社、そして魅力ある経営者の方がまだまだおります。ゼミ生以外でも注目する企業があります。機会があって新潟を訪れた方が、そうだ、あの会社を訪問してみようと思うような、 魅力ある新潟の中小企業のことを、これからもどんどん配信できたらと思っております。ナジラネラジオ新潟、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、次回のナジラネラジオ新潟でお会いしましょう。皆さん、さようなら。